それではまず最近の購入品から紹介したいと思います。まずこの2つを紹介しようと思います。普段私が使ってる洗顔フォームがこの専科のパーフェクトホイップで、使ってるのがちょうどなくなったので買いに行ったら、運よく今だけ限定25%増量中だったので、これはとりあえず買ってきました。それからもう一つ、お店で見かけてて、すごく気になっていたこちらのニベアの洗顔料の、私はこれから冬近づいてくるので、とてもしっとりタイプを選んでみました。なんかすごく本当にニベアクリーム生まれって書いてあるから、すごくしっとりするのかなと思って使うのが今から楽しみです。で、それからこれはちょっと前に購入してもう結構使ってるんですけど、このステイオンバームルージュのティントタイプの4番です。で、色がこんな感じで結構茶色なんですよね。でもこれ塗ると結構綺麗なブラウンレッドみたいな感じに発色してくれて、なおかつそんなに色にもきつくないので、もうこれ結構使ってますね、いろんなところで。ただなんとなくなんですけど、減りが早いような気がしますね。もう買って結構使ってるとはいえ、もう本当に見えなくなるぐらいまで減っちゃってるので、ひょっとしたら普通のステイオンバームルージュより減りは早いのかなっていう印象があります。それからこちらです。普段私が使ってるカラコンなんですけど、最近はレリッシュを使ってます。で、いつも買ってるのが上のリラクシームードっていうやつで、で、なんかこの新色にヌーディーキャメルっていうのが出たみたいなので買ってきました。で、これなんですけど、いつも私が買ってるリラクシームードは、着色直径が確か14.2なんですよね。こんな感じです。すごく自然で、あんまりつけてる感じはしないんですけど、きちんと黒目を強調してくれるようなカラコンになります。もう一つ、その新色で出たのであろうヌーディーキャメルで、こっちもすごい気になったのでちょっと買ってみました。こっちは着色直径14.5なので、さっきのリラクシーヌードよりちょっと大きめなのかなっていうふうに思ってます。で、ちょっと色味もこうちょっとグラデーションがあって、でもこう並べてみるとやっぱりちょっと大きいですね、こっちの方が。昔使ってたからこの14.5なので、まあ違和感はないと思うんですけど、だいぶこっちの方が黒目が強調されるのかなっていう風なイメージではいます。次に、先日のみんなのメイクの勉強会でセザンヌさんがいらっしゃってたんですけれども、そちらでいただいたお土産をちょっとレビューしていきたいと思います。まず初めにこれを紹介したいと思います。ウルフは仕上げパウダーで、私がいただいたのが02番のパールピンクです。本当にこれパッケージも可愛いですよね。こんな感じでキラキラした感じのカットがされてる容器になります。厚さは大体このぐらいです。手のひらにすっぽり収まるサイズなので、持つ時にかさばらないのがいいなと思います。で、このパウダーの容器のすごいところが、これパフがあって、これですね、中蓋があって、で、ここに1回分の量がふるっと出るっていう感じになるんですけれども、これのおかげで余計なパウダーまみれにならないっていう。確かに今まで
そういうのなかったなと思って、これすごく画期的だなと思いました。で、このお粉自体はすごくパールが効いていて、ちょっとキラキラキラっとするの分かりますかね。こんな感じで、本当に繊細なラメがキラキラする感じのパウダーなので、ちょっとポイント使いとかにいいと思います。パウダー自体もすごくサラサラしているので、ちゃんとこうテカリとか抑える効果もあるので、そこもすごくいいなと思って、最近これをよく持ち歩いて、こうお化粧直しに使ったりしています。次にアイブロウアイテムを紹介したいと思います。このブラシ付きアイブロウ繰り出しっていうこのアイブロウペンシルなんですけども、以前もみんなのメイクの勉強会で違う色をもらったんですね。で、以前いただいたのがオリーブブラウンっていう色で、ちょっとこうカーキが明るめのカラーなんですけど、今回いただいたのが04番のディープブラウンっていう色になります。で、こちらの色のこのペンシルなんですけど、販売店舗がすごく限られてるらしいんですね。なんか全国で300店舗限定らしいです。で、なんか見つけた人はちょっと店頭で見てみてください。で、ちょっと手に出してみたんですけど、上が前から持ってたオリーブブラウンで、で下が今回いただいたディープブラウンになります。だいぶ暗くてしっかりした色ですね。で、秋冬は髪の毛の色もだいぶ落ち着いてくるので、このくらいの色、黒髪さんとかもこのくらいの色だと自然に、なおかつこう髪の毛と浮かずに眉が描けるんじゃないかなと思います。で、私も以前からよく使っていたこっちの方ですね、アイブロウパウダーの方にも新色が出ました。こっちは3番オリーブっていう色です。こちらも秋冬、その髪のトーンが暗くなる方とか黒髪さんのために、ちょっと色出しは暗めですね。なんですけど、塗るとすごく自然で、このセットでもいいし、あとはさっきのオリーブっていう意味でこの色でもいいし、両方とも相性よく使えるカラーだったので、こちらも秋冬使っていこうと思います。それから以前紹介したことのあるこの UV ファンデーションの EX プレミアム、これのレフィルが発売になったそうです。で、私はこれ以前いただいたもので持ってるんですけども、こっちがオークルのカラーで、今回レフィルでいただいたのがライトオークルのカラー。結構こう見てみるとやっぱりライトの方が明るめですね。で、冬場はやっぱりパウダーファンデーションでもしっとりしたものがいいので、このプレミアムファンデーションすごく使い勝手としてはすごく乾燥もしないですし、あと粉っぽさもないので本当に使いやすいです。なので、これ冬場、多分夏場だとこのくらいの色でちょうどよかったんですけど、冬場ちょっと美白を頑張るので、この色でファンデーション使っていこうと思います。次に大人気のチークですね。セザンヌのこのミックスカラーチークから4番が今度新色で出ました。本当にお店で見ててこの色すごく気になってて、で、もう何回か使ってるんですけど、この一番濃いカラーだけマットで、他は全部ラメ入りで使いやすいですね。すごく本当に発色もいいですし、4色入ってるので使い分けもできて、すごく
大好きなチークです。他の色も持ってるぐらいすごく大好きなチークです。でもう一つがナチュラルチークの新色で14番をいただきました。もう一色クリアレッドっていう透明感のある明るめのレッドがあるんですけど、そちらもすごく可愛い色です。でこっちのこう綺麗なラベンダーピンクっていうんですかね、薄めのピンクなんですけど、これ本当に綺麗な発色で青みが強いので浮くかなと思ったんですが、そんなこともなくてさらっと使えていい色だなと思いました。なんといっても安いのがいいですよね。このチークいろいろ色を試せるので、ちょっと今この辺に出してみたんですけど、ほんのりピンク色、これがなんかブルベさんには本当に使える色なんじゃないかなと思います。ブルベイエベ問わず透明感も出せるチークなので、これは一つ持っててもいいんじゃないかなと思います。それからアイシャドウなんですけども、こちらのエアリータッチシャドウにスミレブラウンっていう新色が出ました。でこれを開発した方がイエローベースの方らしいんですけど、私が最初見た時もこれはブルーベースさん向けの色なんじゃないかなと思ったぐらいなんですけど、それがですね、この辺のブラウンの色味とここの綺麗なスミレカラーがすごく馴染みが良くて、イエベの私イエベなんですけど、すごく違和感なく使えるシャドウでびっくりしました。4色入ってて、でなおかつお値段が680円、すごく安くていいですよね。本当にしっとりしてて、でなおかつこの綺麗な色出しっていう部分ですごく気に入って使ってます。似たような色がこのトーンアップアイシャドウの5番のナイトネイビーかなと思っていたんですが、なんか比べてみると全然違いましたね。なんかやっぱりこっちの方が青みが強い感じ、こっちの方がこうブラウン味があるというか使いやすい色だなというふうに思っています。それでは最後にリップアイテムです。上の方のこのシルバーのキャップの方がジェルグロスリップ、これはちょっと前からお店で見かけていて、あ、なんかこの色すごく綺麗だなっていうふうに思ってた色でした。これは02番のピンクです。赤みが強いんですけど、塗るとすごく透明感のある綺麗なピンクになるので、可愛らしいメイクをしたい時にもおすすめです。でこちらがついにセザンヌからも出たかっていう感じなんですけど、このゴールドのキャップのカラーティントリップです。で、本当ティントで、なおかつ仕上がりとしてはツヤもあるんですけど、ちょっぴりマットになるみたいな感じですかね。乾燥は全然しないです。でなおかつ持ちもティントっていうだけあってしっかりあるので、食べたり飲んだりしても大丈夫です。で私がいただいた色はピンク系になります。 CT1 番。でもう一色はレッド系、そっちは本当に大人っぽい感じの色でパキッとした赤が出せます。でこの2色をこう重ねたりしてもいいんですよね。このジェルグロスリップが透けつや発色なので、手持ちの口紅に重ねてこうニュアンスチェンジするのにも本当に使えて、本当にこれは
おすすめのグロスです。ベタベタ感が少ないので、グロスが苦手っていう方にも本当におすすめですね。で、びっくりするのがこの2つのお値段なんですけども、どちらとも600円で、2本買っても1200円って、なんかすごいですよね。思わず2色買いしてしまいそうなぐらいのリップなんですけど、私個人的にはこのジェルクロスリップのもう1色の01番のコーラルカラーがあって、そっちもすごく綺麗な色なので、今度お店行ったら買ってこようと思ってます。